仮型苦戦艇とは、海上自衛隊が運用していた苦戦艇の環球。昭和29年度計画で4隻が建造された。1950年代の時点では、水中高速船の普及、原子力潜水艦の登場など新機軸の片鱗はあったものの、世界の潜水艦はまだ第二次世界大戦中の姿から出しきれない状態であった。 また対戦線の様相を大きく変化させることになる対戦ミサイルや懲戒ヘリコプターなどの新技術はまだ出現し始めたばかりであった。従って適度な対戦捜作、攻撃能力を備えた苦戦艇は公安、海峡内市は近海の対戦防備には有力な存在と考えられていた。このことから昭和29年度予算の編成にあたって、 前年度に引き続きオク省が防衛分担金の枠から官邸建造費への振り分けを認めた際、保安庁警備隊は300トン級区選定8隻と60トン級区選定3隻を盛り込んだ。技術及び洋兵上の比較検討のため、これらの300トン級区選定8隻には指揮官に応じて3種類のバリエーションがあり、4隻は川崎重工製の高速軽量ディーゼル式。 三隻は、三井蔵先生の中速剣道ディーゼル式。一隻は、三井蔵先生の高速軽量ディーゼル式と、三菱蔵先生のガスタービン式を搭載するものとされた。このうち、川崎重工製の高速軽量ディーゼル式を搭載するとされたのが本型である。なお、ガスタービン搭載艇は26ノット級の高速試験艇として、オツ型区選定。 それ以外の7隻は20ノット級の実用艇として、高型区選艇と種別された。基本設計は、同時期の護衛艦と同様に、船舶設計協会によって行われており、計画番号は、K101A であった。設計にあたっては、同年度計画の他の区選定と、同様、大日本帝国海軍の第4号型、第13号型区選艇を設計のベースとして、これを、 アメリカ海軍の正式兵器に適合化させる形で進められた。戦型は第4号型、第13号型と同じく平甲板型だが、復元性、両派性、居住性向上のため、強い視野を設けて、監視還元を大きく取り、また完備に向けて徐々に還元を下げて、重量軽減を図っている。上部重量軽減のため、マストや上部構造物には、 アルミニウム合金が用いられた。船体についても軽量化のため SM41W ス鋼板を採用し、一部には高張力鋼も導入されている。また重心効果とともに、風圧側面積減少を図るため、環境と甲板質が分離され、縦動様による加速度を抑制するため環境は中央にできるだけ寄せられた。これは、 高天寺の館内連絡の便が悪くなる上、館内の十分なスペースが確保できない等の欠点も抱えていたため、昭和32年度計画以降の水鳥型や海、高型では設計を改められた。主機関としては、川崎重工が満車とのライセンス契約の下生産した V8V22、30型4サイクル単動、V 型16機筒ハイキターボ下級機付き、 ディーゼルエンジンが搭載された。これは、自己逆転機構を備えておらず、流体次手と減速機を介して推進機に連結されている。これにより軸形が長くなったこともあり、手機室が補機室の前方に配置された関係から、煙突は後部甲板室上に設けられていたが、背を低く押さえるように設計されていたため、一見すると、全く煙突がないように見えた。センサとしては、 同時期の護衛艦と、ほぼ同形式のものが搭載されたが、対空捜索レーダーは省かれた。対水上捜索レーダーとしては、X バンドのアン、SPS-5B をマスト状に、ソナーとしては 25.5kHz 級、操作式の SQS-11A を 40mm 基銃の直下の船底に装備した。兵装に関しては、アメリカ海軍が、 第二次世界大戦中に多数を整備した173フィート型苦戦艇を概ね踏襲しており、全甲板にマーク 140mm 連装機銃、その後方の環境構造物直前にはヘッジホックマーク重0大戦迫撃砲が、また後甲板には55式爆雷投射機と54式爆雷投下機場が両下に1機ずつ配置されていた。 マーク一四十ミリメートル連装機銃はマーク六十三方射撃式装置によって射撃式を受けており、方位板は環境トップマーク三十四射撃式レーダーは重側装備とされていた。またヘッジ北洋弾薬は四正射分九十六発、爆雷は三十六個を搭載しており、環境前にヘッジ北応急弾薬庫、その直下の船底にヘッジ北弾薬庫、 上部構造交端付近の船底に爆雷庫が設けられた。なお重心降下策の一環として爆雷投下機場の先端は埋め込み式とされた。仮型は海上自衛隊に配備されると同警官4隻で第一区船隊を編成し、除籍されるまで配置替えされることはあっても編成が変わることはなかった。艦型が小型で能力も限定されていたが、 長年にわたり地方隊の小海定として活躍した。老朽化により、1977年3月15日、第一区戦隊は解体され、仮型4隻前提除籍された。ありがとうございます。